コンピュータによって書かれた EPR の予想図欧州加圧水型炉は原子炉の設計の一種。第三世代の加圧水型原子炉。主にフラマトム、フランス電力、シーメンスなどが開発した。この原子炉設計は欧州では欧州加圧水型炉と呼ばれ、国際的には新点型原子炉とされているが、現在はあればは単純に EPR と呼んでいる。 2011年時点で4機の EPR 路が建設中であり、フィンランドとフランスに1機ずつの2機が建設中であるが、双方でコスト的建設の遅延に面している。さらに中国で2009年と2010年に2機の建設が開始されており、こちらは現状では予定通りに進んでいる。主な設計目的は安全性の向上と、 発電能力の強化による経済競争力の進展で EPR は1650ムーの電力と 4500MWT の熱が生産できる。5%濃縮ウラン酸化物燃料、回収ウラン燃料、ウランプルトニウム混合酸化物燃料などが利用できる。EPR はフラマトム N4 とシーメンスコンボ色の進展型である。EPR はいくつかの能動的。 受動的安全システムを取り入れている。EPR の炉心損傷頻度は1機あたり6.117年である。有料する科学者同盟は EPR はアメリカで選定中の新型炉の中で最適であり、かなりの安全容量と攻撃に対して、現在の原子炉よりも高い耐久性を持つようだとしている。2009年11月4日、フランス、フィンランド、 イギリスの原子炉規制機関は EPR のデジタル景機と制御システムの深刻な問題を理由に共同書簡をあればに提出した。その中では以下のように述べられている問題は主に安全系の妥当性の確保とそれらの制御系からの独立である。もし安全システムが制御システムの失敗に反して保護を行う場合、これらが両方とも失敗しないために独立が重要である。 非免許者、製造者であるアレバによって、最初に提案された EPR の設計は、独立性の原則に沿っておらず、制御系と安全系のシステムの間の相互、混合接続性の程度が非常に高い。2009年、建設中のオルキロート3号機フィンランドのオルキローと、原子力発電所の3号機の建設は2005年8月に、始まった。アレバ社の最初の建設計画である、 当初は2009年に開業予定であったが、幾度もの工程の遅延に苦しんでおり、現在は運用は2014年からが期待されている。しかし、それでも、なお世界で初めて建てられた EPR になるとして、期待されている。建設は、アレバとシーメンスの共同する、アレバ NP が、発電所の運営者である、フィンランド産業電力向けに言っている。 当初コスト見積もりはおよそ37億ユーロであったが2010年7月の時点ですでに27億ユーロの予算超過が発生している。原子炉は1600ムーの出力を予定している。進捗2006年5月、建設全体での品質管理問題によって建設が1年遅れることが公表された。この遅れの一部は 原子炉建設で未熟な下請けの監督の欠如が原因であった。この遅れは、あれば NP にとって予想外の業績結果をもたらした。これは、技術文書や設計を承認することに対する、フィンランドのアプローチの遅れを非難した。2006年12月、トボは2010年から2011年に予定されていた、建設は予定より18ヶ月遅れると公表し、 アレバがこの遅延によって5億ユーロを請求する準備をしていたと報告された。2007年の6月の終わりにフィンランドの放射線原子力安全局はいくつかの安全関連設計と製造に欠陥を発見したと報告した。2007年8月にさらに建設は航空機の衝突に耐えうる原子炉の補強やフィンランド当局に対する適切な 資料の時期での供給などの建設問題に関連して最大で1年程度遅れたことが報告された。2007年9月ともは建設の遅れは最低で2年で予算は予定より25%多くなると報告した。アナリストによるオーバーラン範囲のコスト見積もりは最大で15億ユーロになるとされた。さらに2008年10月に合計3年の建設の遅れが公表され、 2012年に開始される予定となった。当事者は計画の遅延と予算超過の責任をめぐる論争を解決するための調停裁判を行っていた。2009年5月には最低3ヶ月から半年スケジュールが遅れ予算が50%以上超過するとした。アレバと関連公益企業は誰がコスト超過を負担するかをめぐって激しい論争をしており、 公益企業がデフォルトすることがあり得るリスクになった。2009年8月、アレバは5億5000万ユーロの追加費用が必要で、ロの価格は53億ユーロとなり、2009年の前半期の暫定的な営業利益を一掃するものであったと公表した。封じ込め用のドームは2009年の9月に上端まで仕上げられた。資材調達の90%、 高格工,工事の80%、土木工事の73%が完了した。2010年6月、アレバーは4億ユーロがさらに必要となり、予算超過は27億ユーロであると公表した。工程は2012年の6月から2012年末に遅れ、運用は2013年に開始されるように変更された。2011年12月、トボは 稼働がさらに2014年8月に遅れると公表した。フラマンビル原子力発電所での実証 EPR 路建設は2007年12月6日に寄稿された。同発電所3期目の原子炉であり、世界で2期目の EPR である。電気の出力は1630ムーを予定しており、計画ではフランス電力からの33億ユーロの資本支出も含まれている。 抗議進捗2008年4月、フランス原子力安全局は、点検済みの二次格納容器の構成ライナーの溶接の4分の1が基範に準拠せず、割れ目がコンクリートの基礎に見つかったと報告した。EDF は建設の非常に初期の段階で持ち上がった、これらの問題への対応を行っていると述べたが、5月21日、AA n は、 同地でのコンクリート注入作業の停止を命令した。1ヶ月後、ASN が外部からの監視等を含む EDF の是正処置計画を受け入れた後に、コンクリート作業は再開された。2010年8月、取締り期間の ASN は二次格納容器の構成ライナーの溶接の詳細な問題を報告した。2006年、 中国で4基の新型原子炉建設のための入札が行われたが、中国に専門技術の開示することを拒んだため、アレバイスウェイはこの入札に負け、ウェスチングハウスが建設を行うことになった。2007年2月、アレバは以前と同じ条件であったにもかかわらず、第アワン原子力発電所での50億ユーロ規模の入札に勝ち、第 山原子力発電所に2機の原子炉を建設することになった。現地でのパートナーは中国間トンカク電集団である。2007年11月、フランスの大統領ニコラス・サルコジは4機目までの EPR を中国に建設することを許可する120億ドルの契約に調印した。新直大山1号機は2009年11月18日、2号機は2010年4月15日に、 建設が始まった。原子炉の後期は46ヶ月と予想されており、フィンランドとフランスの2期に比べ大幅に短縮され、かつコストも安価になっている。1号機の圧力容器は2012年6月に導入された。1号機は2018年6月6日に発臨界を達成し、12月に世界で初めて EPR の商業運転を開始した。 2008年の7月フランス大統領は石油とガスの価格が高騰しているため来年の EPR を建設すると発表した。2009年にパンリー原子力発電所が計画地として選ばれ、建設は2012年開始が計画された。しかしながら2011年福島第一原子力発電所事故を受けて、 EDF は2012年の建設開始に疑念を持ち公開協議を延期した。EPR は2基の原子炉の1基が AP1000 と共にイギリス健康安全局による一般建設アセスメントの途中である。第4部ダ報告は2011年6月に暫定建設承認書と共に公開される予定である。この暫定建設承認書は 福島原発事故の最新の教訓が考慮されるまで延期となっている。イギリスは炭素排出税の導入を計画しており、これによって化石燃料の利用コストは増大する。AP1000 や EPR などの新原発の建設は多くの大電力企業から関心を集めている。EDF は2009年にブリティッシュエナジーを買収し、4機の EPR を建設することを望んでいる。ホライズン原子力は AP1000 か EPR、あるいはそれらの組み合わせで6000分の原子力発電所建設を計画している。ニュージェネレーションもまた建設を望んでおり、おそらく EPR を2期か AP1000 を3期予定している。あればは EPR を建設するために、ロールスロイスと戦略的協力関係を結んでいる。 2010年、フィンランド議会は2機の原子炉の新設を許可した。フィンランド産業電力とフェンノボイマは導入を検討している。USEPR は AP-1000 アイスブルと共にアメリカの次世代原子炉の競合相手である。2007年の12月14日に最終設計認可と標準設計証明の申請提出によって、現在、 アメリカ合衆国原子力規制委員会での設計認証申請の再調査プロセスが行われている。ユニスター、アンリロ・パワー、ピープル・コープ、アメレヌエは2008年にキャラウェーン原子力発電所で USEPR の建設運用複合ライセンス申請の提出計画を公表している。ユニスターはメリーランドのカルバート・クリフス原子力発電所3号機の 案を2007年7月に部分的に申請を提出した。しかしながら、これらの提案の両方が中止された。2009年4月ミズーリ州の議員は、潜媒率の増加に難色を示し、アメレヌエに、現、2010年7月、コンステレーションエネルギーは、アメリカ合衆国エネルギー省からの融資保証が不透明であるため、カルバート・クリフス原子力発電所のためにユニスターに、 支払っていたの支出を切り上げ、その後プロジェクトから撤退した。2008年10月、アレバはアメリカの防衛企業であるノースロップグラマンと共同でバージニア州のノースロップグラマンニューポートニューズに EPR や USEPR のためのモジュールと部品の生産を行う3億8000万ドルの施設を協力することを発表した。この計画は2011年5月に無期限中止と なった。2009年2月、インド原子力発電公社は、アレバとマハラシトラ州のジャイタプール原子力発電所で2機の1650ムーの原子炉を立ち上げる了解覚書きに調印した。2010年12月、プシールはアレバと2機の EPR と25年の燃料供給に調印した。契約と価格設定は終わっていない。 インドの国内規制や各拡散防止条約に調印していないインドは主要コンポーネントを日本から調達しないといけないといった問題のため2014年以前に建設を開始する可能性は低い。ムップシールはジャイタプールに EPR6 期に相当する9900メガワットの発電所の計画を持っている。2008年5月、フランスのサルコジ大統領は アラブ首長国連邦の内閣と平和のための原子力の活用可能性と評価ための協力枠組みのアウトラインで合意に達した。この合意はトタル、スエズ、アレバなどによる EPR の建設の契約ではなかった。2009年5月、アメリカの大統領バラク・オバマは UAE とのよく似た合意に調印した。アメリカ合衆国議会でまだ批准されていないこの取引では、 アメリカは UAE の民間原子力計画の開発を助けることを制約した。しかし、原子炉建設のための契約は与えられず、アメリカ企業がそれらを受け取れる保証もなかった。2009年12月、UAE はアメリカとフランスの入札を断り、韓国電力公社、現代建設、サムスン、土産重工業などの韓国企業グループに4基原子炉の契約を与えた。 この受注を失ってから、アレバは原子力発電を初めて導入する国に対して EPR に加えて、小型で単純な第2世代原子炉設計の販売を再導入する必要性を検討している。2011年、アレバと三菱重工業の投資するアトメアはより小型の1100ムーの第3世代原子炉を提案したが、これらのいずれも受注されていない。 2009年2月24日、イタリアとフランスはイタリアでの4機の新原発の建設可能性の調査に合意した。2009年8月3日には EDF とエネルが共同でザビルーポニュークリアーイタリアを設立し、少なくとも4機の EPR の建設可能性を調査した。しかし、福島原子力事故の直後に行われた2011年のイタリア国民投票において、 原子力発電所を許可する新しい法律の廃止に投票した。有権者の50%より1人でも多くが、投票すれば投票が有効となり、有権者の少なくとも大半が廃止に賛成すると、法律が廃止になるが、投票率は有効な55%で、このうち94%が反対に投票したため、原発建設は中止されることになった。ありがとうございます。